中央道あちパーキングエリア及びあち村中心部、波合地区円形ひるがみ温泉中央部を流れる、あち川あち村は、長野県下稲郡の西部に位置する村。2006年、波合地区もみじ平天文村で撮影された、星空写真が、星の見え具合を報告する、環境省主催の、全国星空継続観察の2006年度書き、一般参加団体による、 写真撮影結果において、夜空の明るさが星の観測に適していた場所において、夜空の明るさの等級23.7を記録し、観測した参加団体416団体のうちの最高点となった。参加は任意であり、全国の星空を網羅的に調査したものではないが、あちむらでは星が最も輝いて見える場所を歌い文句に、 日本一の星空ナイトツアーの実施や地域通貨、スターコインの発行、天体などの知識を問う、あちむらスターマイスター認定試験の創設など、観光事業に役立てている。2015年には、日本一の星空を商標登録した。2012年に始まった、日本一の星空ナイトツアーは、初日の一般参加者は3名であったがその後は、 口コミで広がり、初年度は6,500人が訪れた。2015年には6万人が訪れ、地域活性化の一億を担っている。1973年に、旧国鉄中津川線のボーリング調査中、突如湯が湧き出し発見された昼神温泉がある。また、岐阜県と長野県の県境に位置する、三坂峠の長野県側の入り口にあたる、その原地区には、 日本天台宗の祖、伝行大師こと最長が、東山道の三坂峠の急春差に驚き、工場院というお助け小屋を作った。この縁で2005年に工場院の跡地とされる月見堂が、品の比叡根本中堂として整備され、本山の根本中堂から、不滅の宝刀が分霊されることとなった。ちなみに、この工場院の近くには、 源氏物語の第2巻のタイトルにもなっている、母木義の実物がある。南北朝時代には、五代醐天皇の孫と言われる、陰良親皇が、浪合地区で戦死したとされる。村の南部、平屋村との村境にあるジブ坂峠の周辺は、古くから観光地化されており、東海地方からの観光客が多い。山地河川2016年1月25日に、 ミアイアメダスにおいて1978年に統計開始されて以来最低気温で当日全国の最低気温となる摂氏17.4度を記録した。欠片の気候区分では西岸海洋性気候に属する。1930年代の駒場下町地方祭の 残高地方債等の合計115億8050万円。阿ち村中央公民館阿ち高等学校過疎化の問題から2011年度から平屋村の中学生を阿ち村立阿地中学校に受け入れている。学校組合は設置せず平屋村が中学校事務を当村に委託する形を取る。村内を通る鉄道路線はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 東海飯田線飯田駅。高速バスのあち停留所は路線バスのコマンバ停留所と同一地点。また高速バスの中央道ひるがみ温泉とコマバ BS も同一地点である。コマンバとコマバ BS は徒歩10分ほどの距離である。一方、中央道ひるがみ温泉からひるがみ温泉は 4km 程度離れている。 中央自動車道並合神社工場院月見堂、昼神温泉街。ありがとうございます。